しです。必要です。勝ちだぜ。よっしゃ。ではやっていきましょう。今回はラーメンひげでございます、うん。大田区大森本町にございますね、うん。大森駅というか平和島の駅にございます。京急のね、京急平和島駅から徒歩5、6分で着くよというね、2006年の10月にオープンした結構な老舗でございまして、うん、あのラーメン二郎武蔵小杉店、まあ今は小次郎武蔵小杉店のご出身ということでございますね。そしてこちら食券をねちょっと見ていきますけども、ラーメン、チャーシュー麺、油そば、そして生ビールなんかも発注できるというお店でございまして、ちょっと小さいですけども、こちら大盛りにしますと麺量が1キロを超えるということで、すごっ。ちょっと個人的にはね危ないなっていうことで、しかもあの1回頼むとやめなさいって言われるんで、あ、そう、やめましたけども、今回はチャーシュー麺のこの普通盛りを選択しております。ということでいきなり着丼。着丼。こちらがチャーシュー麺の、油増し増し、ニンニク増し、辛増し、野菜ということで、野菜はね増し増しにはできないんだけども、一部の情報ではコールを聞かれませんという噂もあったんですけど、僕はしっかり聞かれたんで、油をね特に増し増しって言ったら ものすごい量、すごいですね雪降ったみたいになってますけども、そんな中豚をねまずは食っていきましょうか。乱切りされたほろほろバラ肉でございます。ね、バラ肉だけどもこう四角くブロックで返してあって、返しが、染み出てうまいのなんのでもね、ぜひチャーシュー麺は頼んでいただきたいですね。豚がおすすめ、大量投入したこの油と合わせるとまろやかで美味しい、喉越しがいい豚です。おいしい。で一旦ねてっぺんのニンニクをちょっと横に移動しまして、いつもはこう乗っけていくんだけど、まずはねお野菜油を食べたいんでね、お野菜油を、このお野菜油がですねどうなのか、豚野菜と油の辛めの返しでも浸透でバカうま、あーもう、言葉にならない。これね後追いでこの皮乳化のスープを後からこう飲んでいくともう無敵だよねということなんですよね。うわーうまそうだな、自分で見ても、いやうまそうですね。いやうまそうですよこれ。そしてお決まりの麺を出していきましょうか。よいしょ、よいしょ、一撃で全部の麺を天地返ししちゃいましたけど、うまくなったな、うまくなりましたね、うまくなったよ、ひねりがね、ひねりがグーンってなって、おーっとっとっとね、これね、あの吸い付くようなもちもち麺なんで、ぜひとも、すすってほしい。まあすするでしょうけども頼んだらね、さらにね、あのまだまだある油の海からこうすくった麺なんで非常に濃厚となっておりますよ、重厚か、重厚ですね、後ろにこうビールサーバーなんかありますけど、ここから注ぐのかな、ビール頼むと、ちなみにね序盤に横に置けたニンニクも天地返しとともに油の海に埋没しちゃってるんだよ、ね、もう何だったんだよこの時点で全体にいい香りがもう漂ってますよということで、しかもね常連になりますとさっきのコールしなくてもニンニクが入る、いわゆる自動ニンニクが、これは いわゆるんですか、いわゆるです、はい、いわゆるらしい、いわゆってんですね、何名の方かが言ってます、自動ニンニク、自動ニンニクと、その日、はい、おっ、あー、ちょっとあ、うっとよね、それ返しをね、何もなかったように、そういうのをカットするんですよ、え、編集できるんだから。あれ、二回もね。だからこういうのはカットするんですよ。カットするんですか？僕たちがみたいなラーメンですから。いや、正しいことをすぐ言うもんでさ、正しいことをね、一応あったんでこの入れましたけども、最初の辛めコールで十分すぎるほどあの傘で、うん。あっと、そんなこと言ってる間に、あまり更新食品株式会社のデラックスホワイトペッパー 400g、これ、見覚えありますよね、これね。これ、覚えてませんか、これ、はて、この白い、はてこちらをご覧ください。こちらです、チロン。懐かしいですね。いや全然わかんない、覚えないです。2017年だけど、同じようなビックリマークで C&A の全然わかんない、ラーメン二郎仙台店ですよ。だってなんでかわかります、はい、行ってないからですよ。どっちもどっちも言ってないからそれ覚えてないよ。俺だけだからか、うん、いやそうそう。いや当時はね C&A の情報全然分かんなかったんだけど、このあまり更新の子会社にあたる業務用故障として流通しているらしいですね。そういった故障もやっていく上でヒゲ水をねちょっと飲んでいきますけども、はい、これね重要なんですけども、ラーメンヒゲの給水器がお店のちょうど真ん中にあって、
後で動くとすごい取りにくいんで、着席前に取った方が絶対にいいです。お客のお客さんに迷惑になっちゃうんで。意外とちゃんと役立つよ、これ。ああ、そうなんです、そうなんです。そういうの入れてこうと思って。意味ないかと思うな、やっぱ。まあ、結局ね、玉川か荒川になるから、どっちかの給水で。89ということで。89! マシマシレベルは89。で、すごい。はい、今。というわけでね、結構平和島、京急の平和島ってなかなかさ、用事がなければ行かないところじゃない？ボートか。いや、行かないです。ボート、あー、なるほどね。確かに確かに。あるか。ボートレースありますね。まあ、日常でなかなか足を踏み入れることがないところにずーっと続いている12年間。いや、それすごいことなの。二郎系で10年以上も続いてるっていうのは。だからもう本当に根強いファンが多いお店なんでね、ちょっとぜひ皆さんにも行ってほしいってことなんで。なるほど。ラーメン冷え、皆さんも行ってみてくださいな。ごっそうさんです。うわぁ、ポロッ。